おはようございます。2月23日日曜日です。今日はとても暖かいですよ。もう1枚でシャツ1枚で走ってますけれども、はい、今日はですね、本来ならニュービデオヨガ第4回の開催日だったんですけれども、僕は去年からちょっとヨガイベントをたまに開催してるんですけど、その今年一発目のやつだったんですけど、コロナウイルス感染拡大予防のためにですね、自粛とさせていただきました。参加者の方々には昨日メールでお知らせしたんですが、本当に皆さん、また次回よろしくお願いしますとか、今回は仕方ないですねとか、温かい言葉をかけていただき本当にありがとうございます。そして楽しみにしてたと思うんですけれども、そこは急な決断となってしまって本当に申し訳ありませんでした。またちょっとまだ次回開催が未定なんですけど、本当は3月やろうと思ったんですけど、この調子だとちょっとね、また中止になるかもしれないんで、一旦様子見という感じでさせていただこうかなと思ってます。はい、ということでちょっと今日は本当になんか少しでも有益な動画が撮れればいいなと思いまして、今日1日を使ってですね、ちょっと僕が普段どういう風に Vlog を作ってるかっていうのを、皆さんにお見せできればいいかなと思ってます。安井達郎のハウトゥーブログ的なものの回に今日はしたいと思います。ということで、まず初めにですね、僕の Vlog の構造についてちょっと話そうと思います。僕の Vlog はですね、3つのパートで構成されていまして、1つは導入パート、オープニングですね、今まさにこういうやつです。で、2つ目が全体の出来事ですね、1日の出来事のパートで、3つ目が最後、締めのパートとなってます。で、まず導入パート、オープニングです。で、これの中で2つ大事なことがありまして、1つ目は今日が何の日かっていう、天気とか何曜日だとかで僕は言うことが多いんですけど、それと今日一日どういうことが起こりますよ、何しますよ、どこ行きますよっていうのをちょっとあらかじめ説明するっていうことですね。これが結構大事です。で、2つ目が音楽です。さっきからね、ちょっとオープニングから音楽ずっと流れてると思うんですけど、今も流れてると思うんですけど、でこの音楽がすごく大事で、この1日の Vlog の雰囲気を決めます。では実際に導入部をね、今から撮ってみたいと思います。虫が2月23日日曜日です。今日は予定していたヨガが中止になりましたので、1日空いてしまったんですけれども、せっかくすごく天気がいいので外に出たいなと思いつつ、人混みは避けつつね、思ってるんですけれども、朝ですね、トワさんといういつもランニングとかヨガとかいろんなイベントに参加していただける方が連絡したら空いてるとおっしゃってたので、で彼が最近ライカ Q というですね、すごいいいカメラを買って、ちょっと僕も欲しいなと思ってるやつなんで、ちょっとそれを触らせてもらおうかなと思ってます。ちょっと新宿集合でね、午後からっていう感じなんですけれども、それと最近なんか本をね、僕結構買ってて全然読めてなくて、それをちょっとゆっくり読む日にもしたいなと思ってます。そんな感じで、日曜日なんでのんびりしようかなという感じです。まずじゃあ戻って、あと2キロぐらい走ってシャワー浴びて、でまずコーヒー飲みに行きたいと思います。っていうのがいつもの感じの導入部です。じゃあちょっと走って戻ります。どっかお店に来る前はですね、こう外観をはじめに今みたいに撮るのがポイントです。でちょっとした工夫があって、こう足元から撮ったと思うんだけど、そこで一回止まって、こうカメラを上に向けることによって、どこに止まったかっていうので、ちょっとだけなんだみたいな風な感じになるので、これはおすすめのところです。この動き、ここで止まってあげる。ありがとうございます。はい、こう飲んだり食べたりすることも結構 Vlog の中であると思うんですけど、僕は食レポ的なやつは苦手です。できません。枠だからすぐ切っちゃう。でも上手い人は絶対やるべき、そういうのは。あとこうやってなんか行きつけの場所を作っとくのは、バリエーションが増えてね、いいかもしれない。朝の日課みたいな感じじゃないけど、この後は新宿に電車で向かいます。
新宿にやってきました。今タイムラプスをねずっと撮ってたと思うんですけれども、この場面が大きく変わった時にはああいうショットを対応します。つまりこう場面が移動して ここからまた映像が始まりますという意味を込めて、その情景ショットっていうんですけど、そういうのを僕は使ってます。でああいう風にカメラをずっと回しっぱなしにしてタイムラプスにすることもあれば、場所の特徴的なところを切り取ってこうつなげてね情景ショットとすることもあります。ということで今からトワさんと待ち合わせです。来ました。おはようございます。すみません、お休みのところ急に来ていただいて。トワさんと合流しました。で Vlog においてですね、こう誰かと合流して何かするっていうことが結構あると思うんですけれども、その時のポイントとしてはやっぱりこの自分とその人の間柄をまず紹介する、された方が見てる人にとって分かりやすいですし、あとこれから2人で何をするかっていうことを、まあ、ちょっと話した方が、まあ、次のシーンにつながりやすいですね。ということで、トワさんです。こんにちは。トワさんは Vlog をやって知り合った仲間でして僕の Vlog にも、ね、今までたくさん出てきていただいてるんですけれども、まあ、ランニング一緒にやったりとかヨガもやったりとか、最近写真もよく撮られてるということで、はい、今からとりあえずですねご飯をまだランチしてないので、まあ、食べに行きますか。行きましょう。っていうのと、あとこのライカの Q ですね。これは Q です。っていう高級カメラをですね最近トワさん買いましたので、で僕もそれちょっと欲しいので、はい、ちょっとまあ僕も触貸してもらいつつちょっとブラブラしようかなという感じです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じで、まあ、なるべく詳細に伝えれることは伝えた方が、まあ、後から編集してもですね、まあ、切ればいいだけなので、なるべく細かに伝えた方が次のシーンに行きやすいということです。はい、今日はこの Vlog の撮り方をするためにですね、トワさんにわざわざ朝連絡して来てもらいました。ありがとうございます。いえいえ、はい、楽しみです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ飯食いに行きましょうか。行きましょう。はい、蕎麦食べたいですね僕。蕎麦屋さん行きましょう。さっきも言ったんですけど、食レポはちょっと苦手なので、食べるところのシーンはサクッと終わります。いつもどれにしましょうか。ケンチン。ケンチン、そう、出身ですね、元が。はい、カモ、カモそばで。ケンチンそば。はい、ケンチンそば。食べるシーンは本当にシンプルに、一口食べたら次のショットでは完食してるっていう感じです、いつも。いただきます。うん、うまい。はい、ごちそうさまでした。美味しかった、鴨そばね。うまかったですか。美味しかったです。よかった。地元感じました。感じました。なんか懐かしくなりました。泣いてるじゃないですか。ちょっと涙出ちゃいました。じゃあちょっと今から新宿御苑にちょっと散歩しに行きつつカメラを触らせてもらおうかなと思います。トワさん、コーヒー飲みます？コーヒー買ってきます。トワさんがコーヒーを奢ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。行きますか。ここでもですね、一応場面が大きく変わったということで、御苑に来たということで、場所の説明、情景ショットですね、タイムラプスをはじめに撮ってます。では父さん行きますか。昔フリスビーして怒られたことがありますけどね。基本的に遊んでたみです、こういうボールとかは。気持ちいいですね。でもなんでこの M 型じゃなくてこの Q にしたんですか。 M 型はまあ、カメラの話になっちゃいますけど、ピントが20増で合わせるじゃないですか。でストリートで撮るときにちょっとその余裕がちょっと僕にはないなと思って、慣れればできるんでしょうけど、うんうん、なんかちょっとビビっちゃいました。あ、まあ AF で楽だからってことですね。そう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 。なるほど。
ありがとうございます。ああ、でこういう風になんか友達とかに話を聞くとき、こういう風に1点で聞いててもいいんだけど、インサートショットみたいなのを挟んどくと編集の時にいい感じになります。例えば今こうずっと喋ってたんだけど、こういうね、まあ、触ってる感じ出してください。まあ、今みたいな感じでインサートで撮っておくと、まあ、編集の時に映像にリズムができていい感じになりますんで、まあ、こう対談みたいな感じで撮るときはそういうショットも余裕があったら撮ったらいいと思います。僕が使ってもいいですか？はい、どうぞどうぞ。これちょっとブラブラしますか？はい、どんどん。俺もそう、念願のライカ Q、 憧れのライカ Q。 よいしょ。で音楽スタートです。これ多分ねパッパッパっていろいろ切り替わってこう撮ってるようなのをダイジェストでやっていくんで、音楽が多分今乗ります。触れば触るほど欲しくなるやつね。はい、という感じでですね、今のは B ロールって言って、これ Vlog 用具だと思うんですけれども、まあ、こう音楽に合わせて映像をパッパッパッと切り替えて編集していく、まあ、イメージショットみたいなやつですね。まあ、これもどうしても語りが多くなってしまう Vlog の中で、ああいうのを挟むことで、まあ、リズムが生まれて作品的にこう厚みが、ね、増すっていうものです。まあ、僕自体あんまり使わないんですけども、今日はちょっと Vlog の手法の一つとして入れてみました。ということで、もう御苑も閉館時間なのでそろそろ出ようと思います。ああ気持ちいい。では父さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また気をつけて。はい、じゃあ帰ります。ありがとうございました。今日お疲れ様です。はい、トワさんとお別れしまして、僕は家の方に戻ります。新宿から近所の下北に戻ってきました。もう夜7時ぐらいになってですね、 Vlog もそろそろ終盤なんですけれども、コーヒー豆がですね家にもうないので、それだけを買って帰ろうと思います。モルディブっていうね、モルティブかっていうコーヒー屋があるんですけども、そこに寄って、豆を買ってから帰ります。2月のブレンドでいいかな。ちなみに今みたいにこういう風にカメラの前に指を出してこうやってねやるのもよくやります。主観映像だね。2月のブレンドください。まあ、こうやってですね、こう店に入った時はこう何も掴んでない状態の左手を出して、商品を買った後はレンズの前に出すと、こうなんかありなしでメリハリがついていいかなってことでいつもやってます。じゃあ帰ります。はい、家に戻ってきました。今からですね、Vlog の最後のパート、締めのパートをですね撮っていきます。ちょっと今日の Vlog が長くなってしまったんですけれども、もう少しで終わりますんで、あと少しの辛抱です。で、最後の締めのパートでですね、大切なことは2点ありまして、一つはですね、まあこう Vlog 一日を振り返ってこう締めの言葉をバシッと言うっていうのと、あともう一つは音楽です。ここでも、オープニング導入部ですねと同じ音楽を最後に流すように僕はしてます。この Vlog 全体ではですね2曲使ってて、途中違う音楽を使ったんですけれども、それを最後に流すんじゃなくて、オープニングで使ったものと同じのを最後に流すことにより、その Vlog 全体の雰囲気が統一されて作品的にもまとまりが出るので、僕はそうするようにしています。じゃあ早速ちょっと音楽を流してみようか。じゃあこの辺りで流しますね。はい、ちょっとはい、で音楽が流れてきたんで、この後締めの言葉を
バシッと言って終わるっていう感じなんですけれども、僕がこう今日やってきたあの Vlog のハウトゥー的な話はですね、あの高い機材、難しい編集技術、全く必要ないです。どんなカメラでも始められて、編集ももう切って貼るだけ、それだけです。なので、これから Vlog 始めてみたいなと思っている方や、もうすでにやってる方のちょっとね参考になればいいなと思ってます。で、 Vlog って僕面白くて新しいなと思うのは、今までの映像作品と何が違うのかっていうと、まあ、映画とかドラマみたいに、脚本とか原作がなければ、ミュージックビデオみたいにですね、素晴らしい新曲もなければ CM みたいに、新商品もないわけです。で、つまり主役はその人自身ということなんですよね。だからその人自身を、その人自身のストーリーとか思ってることを、描いた方が面白いし、見てる人もそれを多分期待してるんじゃないかなと思うんです。だから僕もまだまだねできてない部分もあるし、これからもそれをやり続けなきゃいけないんだけど、僕なりのストーリーをですねこう語れるようにこれからも、努めていきたいなと思ってます。そこがねやっぱ一番面白いところだと思うんだよね、この Vlog の。正直ね、それって結構やっぱり難しくて、自分と向き合うってことだからなかなかね簡単なことじゃないんだけど、まあ僕はやりながらね、なんか面白いものがこれからも作れればいいなとは思ってます。アカデミー賞でパラサイトがね作品賞を取って、その時のスピーチ、監督のポンジュノがですね、あのマーティン・スコセッシの言葉を引用して言ってたんですけれども、The most personal is the most creative っていうね、あの個人的なことが最もクリエイティブだっていうことです。で、Vlog は映画じゃないけど、そういうのを体現するには本当にいいメディアなんではないかというふうに僕は思って、いい言葉だなと感じたんですけれども、やっぱり Vlog はあの自分以外の要素がないから、まあ、原作とか新商品とかがないから、だから自分のやっぱり思っていることがストーリーを伝えるべきだし、それをみんなが見たいんじゃないかなと思ってます。まあちょっと改めてになっちゃったんですけど、ということでですね、本当にポンジュノがいいことを言ってたなということでした。はい、本当にこれで終わります。ちょっとぐだぐだ喋っちゃいましたけれども、そうだね、まあ、ヨガがこうやって中止になって、新型コロナウイルスも日に日にですねこうニュースで感染者数が増えてますということも報道されてますので、皆さんあの体調管理だけは本当に気をつけて、健康で春を迎えましょうということで、今日も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。で、ここでちょっとずつボリュームを上げていくと音楽の方で終わります。アイクロミ、はい、ありがとうございました。バイバーイ。おお、なんかやっぱこのライカキューバさ、ふとしたものを撮ってもさ、すごい絵になるっていうか、この後ろの木を今撮ったんだけど、このなんてことない木も本当にこう作品みたいになるっていうか、写真がうまいと錯覚してしまうような絵作りをしてくれるんで、これ欲しくなるよね。